今日の最後の曲は私は負けないという、これも新曲で、皆さん多分全国の方誰も知らない曲です。コロナの中で学校が休校になって、まもなく6月から再開されるというようなことになっていますけれども、その中で、休校中に、いろんなことを考えた、子どもたち、その中の、子ども幸せ合唱団の高橋あゆみちゃんという子が私は負けないという詩を書きました。きっと本当の気持ちだと思いますね、私は負けないで、きっと全国で本当に大変なことが今ね、子どもたちにとって大変なことがいっぱい、起こっています。つい昨日でしたっけ。そうですね。夏の甲子園は中止する。ね。でも今朝のテレビ見てた、朝のテレビ見てたら、あんなこう屋外でやってる野球なんだからやってもいいんじゃないって、学者の先生もね、言われていました。高校野球だけじゃなくてね、まあ、あらゆる文化、運動、にわたって、中止、中止。僕が審査員を頼まれてた NHK の全国学校音楽コンクールもついこの前中止だねってなって、そのためにって頑張ってた学生たちが大事な1年をね、これで奪われるっていうことは本当にいいんだろうかっていうふうに思います。大人の人はまた来年頑張ればなんてね言いますけど、子供にとってはこの1年はかけがえのない1年で、どういうふうにしたらいいのかなってね、かけることもないような状態ですけど、とにかく私は負けないという気持ちが大事なことかなというふうに思います。新曲ですが、どうか楽譜と一緒に歌ってみてください。よろしくお願いします。